時計ファン、世界の腕時計コレクション4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目はセイコー F231-4010 オールドデジタル。1979年頃、クォーツ薄型のシンプルなデザインです。男女問わずご使用いただけるサイズです。操作方法は、時刻表示の時にセットボタンを押すと曜日と日付が2秒ほど表示されます。時刻修正は、セレクトボタンを6秒間押しますとアンロックが左上に表示されます。5秒以内にセレクトボタンを押し、合わせる場所にセレクトボタンを押していきます。2本目はセイコーデジタルクォーツ A259-5010。 1970年代、デジタルクォーツ、アラーム機能、ストップウォッチ機能を搭載したヴィンテージモデルです。文字盤は視認性に優れた液晶ダイヤル。大きめの画面で見やすく、左下のボタンを押すとモードが変わる機能も70年代のデジタルらしくシンプルで簡単操作が魅力的です。レトロなデジタル時計をお探しの方におすすめです。3本目はセイコーアルバ AKA デジタル。1996年製造、 CAL W620、 液晶デジタルクォーツグリーンカラー、絶版希少品。機能は100分の1秒計測、十時間計、ストップウォッチ、 8CH ラップメモリータイマー、パネライト、ペース換算、アラーム機能付き。パネライトもしっかりと光ります。スクエアケースのシャープでカラフルなカジュアルウォッチで大変人気のあったモデルです。4本目はセイコーデジタルクォーツ DHX028。 当時の販売価格33,000円、クォーツ時計の全盛期にあたる70年初頭に販売されたデジタルクォーツ2つのストップウォッチモデルです。当時のタグもそのまま残った状態、 SS ケースにグレーのダイヤル。簡単操作でクロノグラフ、ストップウォッチと切り替え可能です。現行品にはないレトロな雰囲気が魅力的なセイコーの一品です。これらの時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお届けしました。